アキラ、お兄さん、やって、こんにちは、アキラお兄さんです。バイーン。さあ、今回の企画なんですけども、はい、何もありません、はい。さあ、今日は何でしょうか。今日は、はい、企画から生まれた企画。企画から生まれた企画。逆竹磯。逆竹磯。なんじゃそれ。何やそれ。一回舞台の稽古場潜入して撮影した時あるじゃないですか。あきらお兄さんは、はい、もう動物すべてに対してもうやっぱりちょっと苦手意識があるみたいな。ああ、ありますあります、はい。なんで苦手なんでしたっけ。常に彼たちは、はい、人間を油断させて俺たちの命を狙ってると思う。ですよね。で全員にやられそうなんですよね。そうです、全員にやられる可能性、はい、だから動物が苦手。動物、はい、そんな流れがあって、はいはいはい、ウサギが襲ってきたらどうするみたいなやつ、はいはいはい、逆に全部やっつけるのが武井壮さんいるじゃないですか、はいはいはい、百獣の王が。あ、そうですね、はいはい、こいつどうやって倒すみたいな。はそうじゃなくて秋元さん、どうやったら倒されるかみたいな。あー、企画になりますかね。なんでしょう、その武井壮さんがやってるのって、はい、あれってやっぱファンタジーじゃないですか、はい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 、だから面白いと思うんですけど、はい、俺のはリアルなんですよ。だから笑われへんってみんなビビるだけやと思う。あ、そうですか、はい、まあ、一回やってみますか。はいはいはい、はい、いいですよ、はいはい。逆に強いのからやっていきますか、はい、一番強いのとかやっぱりライオンとか。ライオンなんかもう言っときますけど、あんなもん檻の中に収まってないですからね。どういうこと、どういうこと。今動物園にね、みんないるじゃないですか、はいはいはい。檻の中にただ今いるのは何でかっていうと、はい、定期的に餌くれるからですよ。餌くれへんくなった瞬間もういいんですよ。え、これ何、これ、え、鉄格子あるでしょ、あるでしょ、うん、今まではずっとそのくれるから、うん、定期的に飼育員のおじさんがくれるからここでやってるけど、はい、この飼育員のおじさんがもうあげませんって言った瞬間、はい、そりゃそうです、そのまますぐガー行かれます。いや、言っときますけど、アンパンマンですらね、顔が濡れて力が出ないよって言いながら鉄格子ウィーンって開けれるんです。アンパンマンが濡れてる時で開けれるんですから、ライオンの絶好調の時は絶対開けれるでしょ。だからそのね、皆さんも油断しちゃダメだということです、基本的に、はい。なるほど、あ、檻があるからって言って、檻があるから、あ、はい、心優しいクマとか。心優しいわけないやん。あれ、寝たふりしたらいいとかね、はい、森の中でもしも出くわしたらっていう噂流れたやんか、はいはい、どこにも根拠ないやんか、はい、あれ、最初に流したのクマや思うんですよ。クマが最初に一回こういうので一回逃がそうぜって。なんか月間があって、そういう、はい、寝たふりしたら見逃そう月間みたいなの一回やったんです。なるほどね、うん、でクマが一回それでやって、うん、あ、寝たい、あ、死んだんちゃうかなって思ったふりをして去ってった1ヶ月があったんです。で、その時に噂がバーって広がって、ああ、寝たふりしたら大丈夫やねって言って、じゃあもうみんな、俺もじゃあ寝たふりしてみるって打って、その次の月もう全員寝たふりしに行ったんですよ、はい、寝たふりしに行ったらもうことごとくバーッと食べる。でもこいつらはもう噂できないですよ、それもう食べられちゃってるから。だから寝たふりしたら大丈夫という説が今も世にある。だからもうめちゃくちゃ悪いやつです。巧妙だな。動物頭いいですから。ゴリラは。ゴリラなんかもうそのままですやんね。あれなんかね、ドラミングとか、はいはいはい、ね、でもドラミングは違うでしょ。あれドラミングはね、なんかアピールみたいな、はい、アピールでしょ、求愛というかありますけど、そもそもゴリラって握力とかえげつないんですよ、はい、ね、で B 型しかいないんですよ。ゴリラ、ゴリラって血液型全部 B 型なんですよ。お、 B 型の人に対して皆さんどう思いますか。あんまりプラスな印象ないでしょ。ない。あんまりプラスな印象ないね。それしかいない種族なんですよ、ゴリラっていうのは。ね。そもそも信用したらダメなんですよ、ゴリラなんて。うん、動物園行ったら分かると思うんですけど、あいつらね、うんこ投げてきよる。それもアンダースロー。うわ。
ぶわー、あんなもん金ばらまいてるだけですよ。だからもうゴリラはもう単純に暴力とかそういうなんでもなくて、はい、対人として頭もいいし、で性格も悪いし、ネチネチあの僕たちの金を奪っていくタイプ金を奪っていきます。やっぱりだからあの動物園でおとなしくしてるのもそこなんですよ。はいはい、頭いいですか、知能犯なんですよ、はい、でもちょっとでもお付き合いの中で、まあ、ちゃんとこの賢いからちゃんと扱ってても、はい、なんか裏切ったりするじゃないですか。やっぱゴリラを裏切った瞬間にもう恐ろしいですよ頭バーン掴まれて、ほんで顔ゴーンここに置かれてでここで取られる即死ですよ。そら顔ここにやってドラミングですからすごい途中まですごい知能犯だったのに私がすごいバイオレンスになりましたけど、そらもう知能犯が一番怖いから知能犯切れた時が一番やばいですから気をつけてくださいこうでも、はい、鶏とか鶏とかだって飼育してるから、だから鶏なんていうのはほんまに一番やばいですよ。え、あいつ朝強いでしょ大体朝方なんです、はい、朝方コケコッコーって定位置で鳴く、はい、だから定位置で基本鳴くじゃないですか、はい、朝の合図やみたいな、起きる合図やみたいなのかもしれない。これは今油断させてるだけなんですよ。マジで怖いっすよ。ニワトリは完全に油断させて、みんなが寝てる間いつもの時間よりもちょっと早くに起きてね、なんとですよ定位置で鳴かないんですよ。マジでこっちをやるときは耳元まで来るんですよ。耳元ギリギリでコラーカーってやってまず鼓膜を破壊します鼓膜確かに破れる。鼓膜破壊された瞬間、うん、あーってなったら、このあーってなったら口に向かけて産卵しますポコン、はい、喉に詰まる、はい、即死ですこの2コンボハメ技ですね、あいつらの。気をつけてください鶏飼ってる人は、はい、怖いですね。怖いです。豚とかはそんなことないんじゃないですか。豚ね、はい、豚はほんまに恐ろしいですよ。可愛らしいじゃないですか。可愛くないです。やっぱ豚ってちゃんポイントのあの鼻、鼻、鼻、まあ、みんな可愛いと思いますよ、はい、めちゃくちゃ怖いですよ豚なんていうの。もうやっぱ鼻結構でかいじゃないですか、はいはいはい、特に女性の方なんか気をつけてほしいんですけど、はい、すごい吸引力がすごいんですよ鼻。だから本気でやろうと思った瞬間、もうそれまで油断させるんですよ、はい、もう私は何もしませんみたいな、はい、ブヒブヒみたいな感じでいるんですけど、はい、あ可愛いなみたいなやったらってやるんですよ、はい、ほんならもう両手鼻の中グッみたいな入ってうわっ抜けへん抜けへんってなったら、こっからもうじわ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 崖の方に行くんですよ。崖の方に行って、ほんで崖の近くに行った瞬間にあんだけの吸引力あるから、もう吐く息もすごいです。ブーン起きたら崖からブーンバーン即死です。即死だな。怖いです。怖いですね。やっぱり怖いです。豚はほんまに狂気ですね。でもコアラとかいいんじゃないですか。コアラのマーチっていうお菓子ができてるぐらいだもん。やっぱり優しいし。そもそもコアラっていうのは、はい、完全に見た目可愛くして、はいはいはい、騙してるんですよね。騙してるんですか。また騙してんすよ。あいつらの爪見たことあります？いや、ないっす。めっちゃいかつい爪つけてるんですよ。ほう、はいはい。で、もうコアラのマーチ、はい、もうあいつらの作戦なんですよ。もうなんかもう可愛いもんみたいなことで、はい、もう子供からもう人気を得るために、はい、もう私たちはもう可愛くやってますみたいな、常にこうやって横向いて常に横向いてこうやってもうこうやって横向いてやってるでしょ、はい、違います。こうやって向いてんのはこの爪に目がいかへんようにです。だからもう普通にもうこの可愛い、もうこの感じでやってほしい、やってほしいから、はい、抱っこなんかしてみ。この木のサイズとほぼ同じものがあるんですよ。もう女性の首なんですよやばいやばい。もうだからもう普通にね、でくしてでくしてってなったら、もう普通にもうこっち見ない、もうカメラ目線とかしながらですよ、は、写真撮っていいですかとか言って、で写真とか見ながら、もう撮ってくる僕の首にはもう爪全部刺さってますから、ね、10本爪ガー刺さってますから、ね、映画の恐ろしいです。こうやって殺すんですね。うん、殺すんです。ちょっともうこの時にはもう即死です、ね、はい、恐ろしいな。恐ろしい。なんかない？フクロウなんて可愛いよ。可愛い可愛い。フクロウって知ってます？
首360度回るんですよ。ああじゃない、ぐるーって回るんですよ、真後ろも向けるみたいな。これって実際に僕はもう見たことあるんですよ、あいつのやり方って。マジで人に対して全く同じ首の動きをさせて殺すんですよもう普通に羽でバーン持って首をぐる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 お前らもできるだろうと。めちゃくちゃ動き遅いね雰囲気でいますけど、はい、やっぱ暗闇でもう急に現れて、はい、急にですよ、急に現れてパッてなここら辺に感じるんですよ、はい、なんかおるってパッて向いたらもう、はい、この時点でこう掴まれますからあ後ろ見てる、もう向いてる時点でこう掴まれてるから、あとはもうこうしたらもう前向いてもうこっちからこう回ってこう向いてくる即死です、怖いです。だって同じことできるだろうって思っちゃうんだろうね、う動物は、はい、お前ら俺らのこと下に見てるやろ、でもお前の方が下やからなっていう怖いな。ネボスケ丸なんかない？動物ハムスターがなぜあんなにカラ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 回転し続けてるかって分かります？運動、まあまあまあ運動なんですけど、運動やったらそれぐらいでいいやんか、あんなにがむしゃらにやる必要ないやんか。確かに確かに確かに。なんであんなにしてるかっていうと、はい、あいつほんま信じれんぐらい体力つけてるんですよ。ただの運動じゃなくてもう鍛えてるんですね。鍛えてるんですよ。あれはなんでかっていうと、はい、人間に一矢報いたいから一矢でいいんだすごいですよあいつの脚力は。だからあいつってあんま直線走らせてもらえないじゃないですか、やっぱ狭いところで。まあそうですね、はい、あんだけ鍛えてるんですよ今。どれぐらいのスピードになっててどれぐらいの跳躍力あるかって皆さん分かってないんですよ、はい、あれ365日何年もあのトレーニングしてるんですよ。人間やったらどう思います？とんでもない脚力になってるでしょ。であいつがハムスターがもう、はい、人間の命を狙う瞬間っていうのはもうちょっとしかないからタイミング。おすごいですよ、まあ、ご主人様、はい、買ってくれてる人たちがお風呂に入ろうと思って、はい、裸になった瞬間、はい、とんでもないスピードでブワーって、はい、すごい跳躍力でバーン飛んでお尻の穴にドーンって入って、こっからですよ、こっからもう並外れた脚力と小ささを利用して、はい、ずっと腸からもう何からザーってこう走ってうわー走ってこっからベーッ即死ですよ。ご主人やるんすねいや種族や、動物というのは種族なの、はい、どんだけ身近な人を、はい、この油断させて、はい、人間というその母数を削るか、そう倒していくか、倒していくかです。それは恐ろしいです。恐ろしいですね、はいこれ、ね、今日やってみて思ったんですけど、これね無限にできますね驚きましたただ動物の生態とかは知ってたんですね。まあまあある程度のね、ある程度の知識はやっぱありますよ、はい、やっぱり脅威を感じてるわけですそっかそっか、やっぱり動物ってなるとねやっぱりちょっと怖いですけどね。バッタとかは大丈夫なんですか？そんなバッタですか？バッタとかさ、あーバッタはね大丈夫ですね。だどんだいバッタは勝てるんですよ。あだから虫は勝てるんですよ。あそっか、はい、まあ、虫も勝てないやつも現れてくるんですけどね、やっぱりその寄生虫だとかまあ、ね、はい、そういうのはいるんですけど、はい、バッタは比較的になんとか対処できる。あそっかそっか、はいはい、やっぱ脳みそがやっぱそこまで発達してないんで、あやっぱ動物になるとやっぱ脳みそが格段に知能派になってくるから、はい、虫はほんまに一瞬一瞬を一生懸命生きてるだけなんですはい、動物はやはり種族としてどうやって種を残そうかという。ただこれだけ言わしておいてください、はい、冗談やで、ね、うん、なんか飼ってる人とかなんか嫌な気せんといてな、いやふざけてるだけ、うん、いやでもほんまなんすよあいや怖いですよ動物はほんまにね。怖くなってきちゃったでしょ、はい、今後もねまたなんかメモっといてください、はい、この動物は大丈夫やろっていうのがあったりしたら、皆さんもぜひね、生配信とかでもねなんかや聞いてくれたら。そうですね、全然僕は、はい、お答えしますんで。いや対処法とかも、その対処法ね、その対処法はシーズン3やわ
でその対処法になってきたらそれも竹井壮やから逆竹井壮じゃなくて逆竹井壮やな、入り口だけが逆竹井壮でその後竹井壮になってそれはもう竹井壮さんとコラボしてないすげえどこでもドアだ竹井壮さんが対処してもまたこうするんでしょみたいな、そうそう、そのバトルがあるんですよね。なので本当の泥試合になるかありますけど、もしも竹井さん見られてたら、竹井壮さんはあのうちの相方と同じ大学出身なんですよ。はいはいはい、なのでね、はい、そういう縁もありますし、はいはい、もしもよければ竹井壮さんまさかのコラボ逆竹井壮バトス竹井壮竹井壮、逆竹井壮に勝てるのかこうご期待なんかあれですね、ちゃんとお笑いした気がした面白い。はい、というわけです、すいません、なんかもう何の労力もない一本取り終えて何も用意してないですから今回、何も用意せず、はいはい、ただヘラヘラしてただけということでまた次回もあると思いますのでそちらもお楽しみにということで、また次回さよならバイーン。というわけで僕はパーでした。というわけでチョキの人の